あ、遠崎。ケイスさん。なんか久しぶり。これは何が起こったんだ。俺が聞きたいよ。緊急事態です。警戒モードに移行します。いや、何に対して警戒してんだよ。さっきから。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。帰ってきたー。九条リンゴさんも久しぶりに見たー。エピソード2でも当然のごとく続投でここにおるわけです。研究員の人たちもね。参ったな。管理局は何を考えているんだ。夜中に案内騒ぎ立てて。研究の邪魔だ。忙しく、騒がしくしてもらいたくないね。みたいな話をしております。操作は順調？やばいぞ。まさにそんなところに入ったんです僕。まさにそこ入ったんです僕。よっしゃ出ていくぜ。時間帯これどれぐらいの時間になってるこれ。朝が、え、早朝って感じやな、なんか色合いが。ある、あれ見てた。なんだい？塔の形が変わる。お、なんか開いてる。不思議なの。なんだよ、何かが始まる。あのね。なんだい？前に亡くなっちゃったって。言ってたね。その時から塔はずっと止まったままだって言ってたのも。ってことは中で誰かが起動させたんじゃ。どうして突然動き出したなの。もしかしたらいるのか。あれが動き出すのと同時にこの都市に戻ってきたのかもしれない。あ、もう一つの鍵が。博士からあれの鍵を預けられていた人間が。ってことはケース遠崎じゃないんじゃ。あの鐘の鳴る音が融合実験が再開した合図。じゃあ誰？黒い影持っとるんて。新キャラクターもしかして出てくるのか。鐘が鳴ると同時にカイロス。そんな情報なかったけどな。拡張無が徐々に現実を侵食。え、もしかしてほんまに新キャラクターとか公式化伏せとるだけでおるんかな。博士の計画にはだろう。時計塔の鍵が必要。おえー、やっぱり博士の協力者は鍵を持っていたあの人なのか。アイリが持っとけど。早く局長と話さないと。局長ってことは管理局か。局長の顔も見たいけんな。エピソード2ぶりに対面したいもんな。あ、アッシュ戦もおるんじゃ。無事だったのか。無事でした。あなたに襲われてましたけど無事でした。地下まで行って一晩中探し回ったんだぞ。たく心配させるなよな。そう言われてもね。通信も通じなかったし。アッシュ、リリーたちネットワークの通じにくいところにいたのの。春のことはリリーたちの面倒を見てたの。そうなんだよ、リリーがすごい上の立場から見てたんだよ。そうだ。とにかくお前らが無事でよかった。あの人形はどこにいるんだ。システリアには地下水路で逃げられたんだっていう感じでごまかしてるね。逃げられた。もしかして逃がしたのか。おい、そんな推測立ててくんなよお前。どうして撃たなかったんだ。あの機密資料も読んだだろ。あの人形は3年前にも監察官を殺してるんだぞ。それは言えないな今の状況じゃ。なかなかアッシュに今話しても分かってもらえないかもしれない。だよね。それにアッシュはあの女の人とつながりがある。だよね。あいつにリークされたらどうなるって話やな。あの人の素性が分かるまでアッシュには話せ。不安定だわ。なんで何も言わない。ハル、お前何考えてるんだ。横やり入れてくれたらリリーが。二人ともこちらに来なさい。おい局長。
久しぶりです、局長。私から報告を聞いていたところよ。とにかく君が無事でよかった。ありがとうございます。そりゃ無事でよかったって読んで、局長はな。追及はなしで行こうぜ、アシュセン。局長、報告したいことが。ええ、聞くわ。地下の閉鎖された区画で博士の記憶を見たんです。3年前、博士はあそこで誰かと話してた。時計塔が動き始めると、人々は拡張夢に囚われて眠りにつく。塔は7日後に暴走状態になって、夢と現実の融合が始まるって。時計塔があと数日で暴走する。それがあの博士の残した計画なのか。どうなんだかね。いや、博士がそうしたんかって話やけどな。なるほどね。落ち着いてますね、局長。確かにね、割とどうしようもない、なんかとてつもないことを思ってますけど。状況は悪いけれど、最悪の事態ではない。じゃあ最悪ってどういう状況だった、あんたの中じゃ。あの塔の制御キーの片方はここよ。あんたが持ってるのかー。待てー、おい。いや、誰が持っとんだろうってモヤモヤし、いろいろ考えよう間にでも。さっと出すな、お前。そんな重要なアイテム。あ、博士自身が持っとったんじゃ、遺体から押収したんやな。あ、なんだ、単純な話だった。まあ、頑張って、なんかいろいろ考えよるのくのにさ、それをなんか、さっと重要なアイテムポッと出すんだ、お前。もう片方は都市のどこかにある。それは間違いないはず。それがあれやな、アイリーが持ってる方やな、白いやつな。どうしてわかるんです？あの塔が動き始めたからよ。そうね。あれはね、この都市の内部に二つの鍵が揃わないと動かない。そう言われているの。の。時間がないわ。あなたたちは協力してもう一つの鍵を探しなさい。わかりました。でもアイリーが持っとって目星ついとうけんな。お。時計塔の鍵の所有者の判明および鍵の入手。オッケー。こういう感じで今回のミッションがこれだっていうことが提示されました。これは最優先事項。はい、わかりました。局長は12年前この都市で行われた実験について知っていますか？そうね、私はその当時まだこの都市にはいなかった。あ、そうなんじゃ。だからこれは資料で見た話よ。ん？でもなんかは知っとんじゃ。あの塔で行われた実験には君の母親が関わっていた。あ、そうなんじゃ。僕の母親が。だからアイリー、春のお母さんのこと知っとったか。ええ、被験体と。被験体。記憶をなくす前の僕はそのことを知っていたんでしょうか。わからないわ。うん？ラムファード博士が話したのなら知っていたと思うけれど。いやー、やっぱりさ、春の記憶がさないってことがちょっと歯がゆいところが出てくるね。資料を送っておくわ。落ち着いたら目を通してみなさい。はい。だけど今はあの塔の鍵を見つけることに集中して。まあ、そんなこと言おうけどさ、すぐに見るに決まっとんだろう。仮、仮元凶？仮、仮、あの話を聞いてみよう。質問してもいいですか？いつでも協力するわ。うわ、いろいろある。計画の話。博士はこの都市で何をしようとしていたんです？ごめんなさい、それは私にも分からない。分からずに協力してたんか、お前は。この都市はラムファード博士が作り上げた実験都市。あの人とユースティスしか知らないことがたくさんある。ユースティス教えてね。ユースティス教えてって、エレインさんのなんかあられもないエッチな写真をあげるから許してとか。そのために局長協力してもらえませんか。夢と現実の融合。もしかしたら今起こっていることは
この都市が作られた時から計画されていたことなのかもしれない。そうか、実験都市っていうくらいやもんな。なんかの実験をするために作られたってことだろ。実験ありきの都市だったんか。いろいろある。ユースティスの思惑。ユースティスは僕らの味方ですか。彼は市民の味方よ。それは間違いない。市民のために動くけど、俺らのためには動いてくれんかもしれん。彼の至上命題はこのアストラムクローズの幸福を保つこと。たとえラムファード博士の意向と対立したとして。ああ、だったら博士がなんか自分の意にそぐわんっていうか、市民に対してまずいことやるようだったら対立するってことか。ユースティスは拡張群を守るための最後の手段を持っている。何？特別制御プロトコル、拡張群の初期化プログラム。ああ、何かまずいことが起きるんだったら、それを元々データごと消し去ってしまおうって話か。実行されれば事態は収束するかもしれない。だけど他にも何か聞きたそうね。ちょっとそのだけの部分を教えてもらえませんか。ちょっと予想はつくけどさ、これまで積み上げてきたものは全部消えるけどさみたいな感じになるだろう。めっちゃ聞くことあるね。拡張夢と現実の融合。現実に拡張夢が侵食してきています。そうね、このままでは現実と拡張夢が融合してしまう。はい、それだけは絶対に阻止しないといけないわ。融合が行われた場合、都市はどうなるんですか。今の拡張夢の状況で融合が行われれば、拡張夢にいる市民は目覚めることのできない。ああ、永久に囚われることになる。マジか、夢の中に閉じ込められる。アストラムクローズ全域が悪夢に覆われるのよ。どうしても融合が止まらない場合は、拡張夢の悪夢を強制的に消さなければ。でもそんなことをしたら夢の中におる住民が一緒に消えるんちゃう。ユースティスにはそれができるけれど、最後の手段よ。ああ、そういうことか。管理局はメンタリングを続けて拡張夢の悪夢を止めようとしてるわ。それが他にも何か聞きたそうね。3日後に、今から3日後に起きるであろう崩壊みたいな感じなんかな。悪夢が、あの赤くてさ、世界が崩壊していく様子って、悪夢にどんどん侵食されていく様子だったんかな。拡張夢に現れる白い髪の少女について何か知っていることはありますか。いくつか報告は聞いているわ。システム支援課が継続して解析を行っているけど、解析班の見解ではあれはシステムのバグらしい。バグ？あくまでも仮説だけどね。あの子が拡張夢のバグ？拡張夢のコアシステムはラムファード博士が作ったものだから、思うように解析は進んでいないわ。他にも気になる報告がある。なんだい？拡張夢にカイロスも管理局のシステムを介さずにアクセスして少女を探す人物がいる。カイロスも局長の局のシステムを介さずに。拡張夢にカイロスを介さずにアクセスする。そんなことができるのは。人物おるん？そんな。君が止めてあげなさい。これ以上続ければ見過ごせないわ。マイヤが？マイヤか、もしかして。重要な部分喋ってくれへんね。他にも何か。ラスト、閉鎖区域の状況か。研究所の地下にある閉鎖区画はいつからあの状況なんですか。あそこは過去に実験中の事故で大規模な粒子汚染を起こして閉鎖された。あなたも関わった3年前の実験よ。あの事件であなたは記憶を失い、マイヤは眠り続けることになった。管理局の管轄下にあるけれど、汚染がひどくて手を出しあぐねているの。負の遺産ね。僕たちの住んでいる真下に事故の現場があったなんて。とんでもねえな。話せることは話したわ。引き続き捜査をお願いね。はい、了解しました。
機嫌そうな顔してらっしゃる。アーカイブかな。あ、これやな。仮元凶会鑑賞実験計画概要かな。12年前の話。文章長いから読むのは放棄しちゃう。ソニア祭の出てきたな、春のお母さん。予備実験では管理レベル4の量子干渉変異体ソニアサイオンの協力のもと中空気候を制御し、無機物だけでなく有機物の再生には一部成功した。はあ。システではソニアサイオンの性質を一部受け継いでおり、アイオン粒子の耐性も極めて高い。ユースティスは本実験成功の確率を 92.4% と見積もっている。じゃあ 7.6% の方出てきてしまったんで、つまりお前 7.6% お前、お前 7.6% がいたずらした結果になっとんねんよ今お前。え、それにしてもシステリア春のお母さんの特性一部受け継いとるって、まああれか、研究にかかっとんだったらおかしい話ではないのか。そんなこと言われても、ちょっと待って、何、まだ話がある。話終わったみたいな流れだったんやお前。なんやねんお前。拡張具が荒れているのは知っているわね。そうでしょうね、あんな感じだったら。今の拡張具はとても危険な状態。はい。これまで通りのメンタリングでは収められない。え、何？リリーたちに何かできることあるなの？何？住民の顔を一人ずつぶん殴っていく？ええ。メンタリングシステムには緊急時に起動するモードが存在。え、そんなものあるんだ。ついさっき解放したわ。使えるようになって、難易度上がってそう。君とリリーの優先事項は時計塔の鍵を探すことだけど、このまま拡張無汚染が進んだら緊急措置を取らざるを得なくなってしまう。はあ、緊急措置、それは一体。知らない方がいい。そんなやばいこと起きるの。もしひどい状態にある市民を見つけたら助けてあげて、これ以上汚染が進まなければ最悪の事態にはならない。わかりました。ああ、また同じようなもんが。えげつない状況になってきとんやな、つまり。思ったより。怖えよ。わかりました。怖えよ。局長、具合が良くないなの？顔色が悪そうなのよ。ずっと眠っていないだけ。眠ってくださいよ。睡眠は重要ですよ、あなた。少し眠ってください。しばらく僕らに任せて、何か分かったらすぐに連絡します。なんなら呼ばいしてあげます。ありがとう、お言葉に甘えることにするわ。呼ばいしましょうか。どこで眠るんですか、あなた。眠らんのかい、お前。画面見続けてるじゃないか、お前。そんなこと言うて、お前大丈夫かよ。お前せめて僕が頭なでなでしてあげますから。アッシュさん。アッシュ、聞きたいことがあるんだ。どうしてあの時あの女性と一緒にいたんだ。そうだよ、それがさ、やっぱり気がかりで。悪い、後にしてくれ。俺はもう行く。ごまかすなお前。アッシュ。悪いけど今は協力できない。おい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 、どうして。指令書には協力しててパートナーとか書いとったでしょうが。何なの。お前には話そうと思ってたんだ。だけど突拍子もない話だ。じゃあ話してよ。時間もないしもう行くけど、落ち着いたらこっちから連絡する。ちょっと通信には必ず出ろよ。今話すんと話さんでも何か変わるかもしれんよ。昨日の夜みたいに探し回るのはごめんだからな。おーい、アッシュ、できちゃったのか。愛に情が湧いちゃったのか。お前らも隠してること、後でちゃんと話せよ。待ってなの。なんだ。アッシュ、リリ
ダメだって。払われてる。落ち着いたらまたな。はーい。ところでさ、なんかさりげなくなんかあったよな、これ。これワンの時もあったか。いや、ワンの時にあったか、こんなもん。わなんか重要そうな書類出てきたよ。スマートノートって何？グリスベルさんが、え、何これ、一体何ですかこれは。こんなもんエピソード1の時なかっただろうっていうもん出てきたよ。いや、先輩、拡張無の三大怪奇って知ってますよね。アッシュの後輩？ああ、あれだろ、空飛ぶゴースト、川垂れ時の地獄巡り、それに白い髪の少女。あ怪奇扱いされとんじゃ、あの少女。バグ。市民が生み出した集団幻想ってやつらしいけど、夢の中でも人は不思議を求めるもんなんだな。僕、あったんですよ、拡張部の中で白い髪の少女に。あ、なんかそういえば資料であったな、なんか白い髪の少女に出会ったみたいな報告書みたいな。あの子は本物でした。おいグリス、お前怪談なんて信じてるのか。僕は真面目ですよ、もっとちゃんと調べないと。気づいた人がおるんやな。あの子のせいで怖い夢を見ている人がたくさんいるんですよ。先輩やめておけって、生半可な覚悟であの子に関わるなよ。もしかして何か知ってるんですか、教えてください。あの子が何かなんて俺にもわからない、ただ刺激してほしくないだけだ。お前があの子を追い詰めたせいで何か悪いことが起こったら悲しむ奴らがいるかもしれないだろう。ああ、そういう感じの表か。どういう意味です、何を知ってるんですか。これ以上話すことはないって、またな。教えてくれないなら僕は一人でも。あれ、でもグリスなんとかっていう、グリスベル、そのグリスさんってなんかどっかに名前出てきたか。あれ、気のせいかな。もう一枚なんかあったけど、こっちは別になんもないんか。はあ、なんだ、イベントが始まった。ハル、これからどこに行くの。当てがわからん。時計塔の鍵を持っている人に心当たりがあるんだ。そっちかい。リリーも見たはずだよ、あの白衣の女の人を探そう。でもあの人神出鬼没なのよ。そうだよね。どこにいるか当てがあるなの。え、なんかあるかな。動いたってことは時計塔かなって思ったけど。そうだね、アッシュの記憶の中であの人がいた場所は確かホテルだ。ハル、アッシュがいるのよ。それってアッシュ船が、え、ホテルの方、あそこか。わ、撃たれた場所じゃん。初めてアイリーに撃たれた場所じゃん。待ち合わせてんな、あれは。アッシュ、どこに行くんだろう。え、追いかけるなの。いや、今は鍵を探そう。追いかけたら追いかけてね、何かありそうな期間のイベントかな。どうなんだろう。でもホテルか、まず鍵ってことは。おっ、あったもんな、なんかアイリーが住んどる部屋あったもんな。あそこにおるかな。ん、アッシュの記憶の中であの人はホテルにいたはずだけど、あの時見たのは客室のどれかだったかもしれない。そうね。なの？てかエピソード1でもさ、開かんかった部屋もあったもんな。行こう。寄り道しちゃうけどね。寄り道？ダメだ。じゃあ客室行こうか。
なあ、ちょっと不穏な BGM 流れてる。なんだ、なんかちょっと、あれ、ワーニング、全体的に暗いな。非常灯がついてるの。避難警告が出てるみたいなのよ。避難警告、何が起きてんの。それになんだか変な匂いがしないなの。え、火災起きてる。な、何あれ。ベータたちがなんか倒れとんで、バッタバッタ。お、あ、遠崎ケイスさん、なんか久しぶり。これは何が起こったんだ。俺が聞きたいよ。緊急事態です。警戒モードに移行します。いや、何に対して警戒してんだよ。俺ちもさっきから客室フロアに戻ると騒がしくてな。誰がやったんだい。ベータが破壊されてる。誰がやったんだい。変だな、さっきまではこんなことにはなっていなかったはずだが。あら、あっちの部屋の前にも何か落ちてるのよ。わっ、何がある。行ってみよう。何があるって。現在スキャン中です。え、なんか中えらいこと、え、血出てますよ。あと誰か倒れてませんか、向こう側。うっすら誰か倒れてるよね。なあ、えらいこと起きてるって。これ開けてーだ。中に入ってみよう。入ろう入ろう。なんか殺人事件起きてるって。これ嫌な予感がするわ。嫌な感じの光景見える気がするわ。ああ